トンタが、後藤パパ、チーム朝号ですね。なので、我々はシャーチャの村田さんを応援しようというチームです。はい、村田さん頑張れ、ハイパイいいぞ。ハイパイ悪いな、当店いいですね、シャーチャでシャーガトイツの赤ウソ使えてドラの3品も使える、素晴らしいですね。両面両面。おっと、しかし止まる、ケント止まる、いきなり国士か。薬薬あるんで、これを使って何かを何かお料理したいと、国士をいきなり見切ると、OK。 さて、三つおさん、一通が、一通になるといいなっていうところですかね。3品はドラしっかり使って、おお、ケント君がすごい。お、9ピン。これは土屋さん、あれか、ケント君。シャーとの戦いです。ケント君はこれは匂いを消してるんでしょうか。派手な方にしないで。うん。中さんのシャーはどこにいる？まだ山か。さあ、親が初、逆配が重なって、お、赤馬。赤馬、自ら引く。おっと、逆配の方を落として、ピンフ固定ですか。これはいい街だな、これ、いいスーピン。引いて前、違う。ランは動かずですな。おっと、ウーピンが重なって。重なって。お、一通が見えた。うん。うん、チーピンはいらないと。チーテンも取らないと。ここはウーソを切っちゃってもいいっすね。うん。はい。スクーピン、ローキューピン、カンウーピン、ローマン、チーマン引き、ウッパーマン引きでも OK。さあ。やはり動き出しました。いい、さあリーチ来た、リーチピンク、ドラさんあるか、赤か、おっとリー、おカウピ聞いた、ナイス、おパワーン、熱い、熱い戦いですね。さあ挟まれた後藤パパどうする、初からはい、ウッパーワン、ウッパーワンどこだ、ウッパーワンが全然見えねえ、ウッパーワン残る、おい、おドラさん、エマン、からからオッケー、おお、幸先いいし、みつおさん、いいウーピン引いたのにな。おっと、後藤パパがドラだ、ドラこいつ、あ、なんか親、ケント君もいいっすね、いいのかな、そのとこいいんじゃないですか、パンパンピン、サブローピン、スチート三つおさんは初が統一で、なんか橋っぽいけど八万がいっぱいあるからちょっと後藤さん、スーソー持ってきて、スーソー、おっと、後藤さんも良い良い、これは最悪なんならヤンズを引いちゃうパターンなのか、ヤンメンを選ばなければいけなくなっちゃうと、おっと、よかった、ドラの4ピンにひっついて、おっと、9ピン、3色は残す、お、空切りしよった、キューピンがヘッドにできれば、ハツも使って、あ、いいですね。三つおさん、頑張ろう。
あと3万は仕方ない。おお困った。困ったけども、まあ3ピンは切っちゃうでしょう。ジャンピン切っちゃってるもんね。チーソーローソーって切るとしてるんですよ。パスが少ないから。お、うん、三ピンを見て、ケント君のアペン三ピン綺麗に行きましたね。で、あったかい。赤い。いいとこ来た、いいとこ来た。このパーソーがあと1枚しかないんですよね。嘘。おい。嘘はゼロだ。あ、でもパーソーないや。パーソーって手の順。いつおさんが打ちたかった先手リーチ取りました。町が初と9ピン。初が2枚で9ピンも1枚山にいて。村田さんは自敗がいっぱいあるけど自敗が意外と見えてないんで切りにくい。さあ、いいそう。ションパイを打っていって村田さんは白でついていけそう。おっ、いいローピンが出た。9ピンがポロリありえるぞ。さあ、初止めれるか。ペーもまずペーから、あ、チーピンから。そうするとリアンゾ行くと運送がもしかしたら落ちてくるかもしれない。ダメか。ローソーチーソー。あ、これでも後藤さん意外とローソーチーソー払ってたから、おっチーソーでペンチーピンさん引けば2ピン引いたら9ピン入れたい。お、初は出ちゃう。もう出るんだよ、リーチって言ったから。やべえ、押しちゃったってことじゃなかった。リーチ初、ドライチ裏がない5200。あ、でもチーム富士いい上がりでしたね。うん。今度はドラが数層で、おお、ケント君が軽そう。パンウーマン。そういったらい、もうイーシャンテンか。シャンテンか。お父さんはこれ上がれないとちょっときつい。そうですね。多分後藤さん、チュンのポンもしない。あ、ヤンメンに変化。いいんじゃないでしょうか。これ、チームザワーストは総合点で余裕があるから、次はチュン泣いても、いいんでねえでしょうか。ダメだ、後藤さん危ない、これ、ウーピンが。ウーピンが非常に危ない、これ。さあ、コーネンさんのチューンがいつ出るかですかね。でもさっきも結構、おっと、今出た。今出た。さあ、これはポンテンダー、ウッパーピン待ち。ジエンド。ああ、でも、うん、こっちも出る。ドン、先に出た。サンキュー。あ、またチーム富士が巻き込まれてしまいましたね。あ、ここ三尾さん連チャンしたいところです。あ、ケント君がまた役牌がある、頭もある。他はあんまり形が、ペーチャがペーを解いて、うん、ねえ、ペチャペースルーしましたね。コーネンさん
お、ダブル、ダブルバック。ナイス。うん。急げ、みつおさん。急げ。お、なんか、お姉さんがいろいろ、パーツをいろいろ選択しなければ。あと毎週ですけど、後藤さんいらっしゃらなくなると静かになりますね。そうですね。さあ、どこ選ぶ？スッチーマン切るか、あ、ローチーソンを切った。さあ、リャンマンあんこでドラドラ。後藤さん上がりたい。5杯重ねたい。うん。うん。キュープが入って、うん、これでフレンチができた。ヘッドがないのか。ポン、テンパイ。ヘイとスーマン、ペイは1枚出てて、お、スーマンが1個使われてて1枚、1枚1枚ですね。意外とない。いや、もう来ました。あ、ペイがペイが割と早くにいた。ペイが届きました。後藤さん、厳しい。これダメだよな、なんか。これで、みつおさんからリーチかかってもペイは出ちゃうもんね。もう一回パーマンガなんかヒーム直してくれるとありがたいんです。あー、入ってこれで、リーチか、リーチファーストか、ロケソか。ロケソ、ロケソ。うん、で、多分ね。あれ、おー。だから、さあ、耐えた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 。一発で引くしかないぞ。ペイは発射台です。1枚勝負できるか。ここで、あ、ペイを、オッケー、オッケー、ペイがいき、ペイがいける。オッケー、オッケー。さあ、テンパイが、ちょうどいいタイミングでテンパイが外れた。おっと、テンパイをし直して、イスソフリテンだけど、まだイソが2枚いるか ?2 枚いて、スソが1枚、2枚。2枚、2枚いる。ああ、いた、いた。また3強い。さん、いい。みつおさん、痛い。そしてもう、後藤パパのミラクルな補充会が見れましたね。いつ出てもおかしくなかったのに。あのペイ、結構、つもぎりしちゃいそうですけどね。私、切ってません。僕も切ってたと思う。もうノータイム、ノータイムで言ってますよ、もう。はい。リーチが来たら余計に切ってますよ、現物だけ。マサさん、はいはい、キーボードに何のアドバイスしたんですか？うん、ね、あの、同じです。まず、トップ取ろう。で、狙えたらチーム朝号を狙おう。ああ。だ、あんまり固執しすぎると、あんまり固執しすぎるとおかしくなっちゃうから、まずはトップをっていう。うん。で、僕がブレイクアウトルームに行った時にはオギさんしかいなかったんですこのね、条件がついてくると本当またマージャン難しいですもんね。おっと、ヘッド、ヘッド、なんか統一がいっぱいあるな。1個、2個、4統一。え、普通のとこをパーピンからいった。後藤さんちょっときついな、これな。またでもドラドラあるから行きたいは行きたいですよね。さあ、こっちも困った。タッツの選択で落ちた。
1、2、3と2差してるよ。できるから。うん。楽しみ。なんかね、ケント君が叫んでます。落ちたのかな。あ、なんかこのラグは落ちてそう。あ、大丈夫。はい。あの、先ほど、あの後ろの方でケント君が嘆いてました。どうやら落ちたっぽいです。回復したみたい。回復したのかな。この後ね、多分パソコン抜くとそうなるんですよ。Wi-Fi? でも、何も特に支障なかったかな。あ、多分ね、これ5分遅れだから5分後にもう一回ケント君が、すごいところで落ちるんだろうねっていう。なるほど。どういう意味？はあ。急走か。お、ウーピンを切ってイーシャンテン。ただウーマンとチーマンか。ウーマンが2枚出てて、ちょっと三尾さんも。お、ヘッドができた。拍手。お、チーマン、お、カンウーマン、テンパイですが、1、2、お、リーチ来た。リーチ来た。お、イーソーがあと1枚。あと1枚。空想は0。イーソーしかない。高めしかないぞ。三尾さんはいけるか ?6 万切ってか。もしくは、あー、イーソー来ちゃったー。ドン！みそさん痛い！リッチピンク3色、裏なし8000、みそさん痛い！あ、でも、まあ、もう一回しっかりと上がってみそさんはオーラスまでにつなぎたいですな。ちょっとテンフォの運営に文句言った方がいいですね、今の言いそう。チーム富士だけもう悲惨が続きすぎてる。今のはちょっとクレームに値します。角田さんって。最後1枚しかないって言ってるのに、掴むかねっていうね。まだなんかテンパってリーチしてから掴むんだったらまだわかりますけど。ケント君、ナンを泣かないで、これはどうだ、ヘッドはあったぞ。あ、ここで落ちたのかな、もしかして。でもね。うん。おぉ。あれ違う。違う。ギリ耐えてる。うん。ここからあの、ケント君が、ネットが落ちるの。おっと、そんな話をしてたら、パパがイーシャンテン。素潜りマシンね。あっと、ここでリーチだ。リーチが入って、待ちはウッパーワン。お、しっかりと、なんで。なんで、きっちり対応をしていく。あ、ドラが重なって困った。さあどうする？水の上を払っていきました。はい、たたたたたたた。あ、お、キューピン、まだ生きてます。ケント君がまだ生きてます。赤ウーマンが行くチャンスがあるんですよ。フリーズしてから。あ、落ちた、赤くなってます。あ、復活した。カンパワン入った。
ケント君のインターネットが落ちてパーマンがカンパワン入ったのに落ちて宝珠なるほど切ない。しかしそのトラブルもチーム富士にとってはちょっと痛い。トンから、OK、後藤さんがこれで3着、ケント君のところが2着ですね。さあ、ケント君、インターネットどうだ？帰ってきたか？言いそうから大丈夫か？一応つながってるね、赤くなってないね。さあ、ドラそばの地層1、2、3、4、5、5ブロック。さあ、ドラにひっついた。お、ケント君生きてます。お、いいピーマンが入った。ちょっと僕一回抜けます。はいはい、はい、お、三尾さんがいいよ、三尾さんがいいよ。お、中膨れ系のイーシャンテン。さあ来た、いい、いいペーコーメアルト、ナイスリーチ。三尾さん頑張れ。とりあえずリーチドラ1。ローソン上げ、ローソンいらんのか。うん、赤ウーピンが欲しいです。ウーピン上げてリーチ一発つもで、えい、おー、リャンピンの方、これは OK。 リーチ一発つもドラ1からの、あるか、裏さん、うーん、筋違い。あ、でもこれで、お、お、お、みつおさん、あるぞ。おー、男前な地層から本質を視野に。あれ、さあ、でもここで多分村田さんと後藤さん、後藤さんもね、一上がりで2着はあるので、ケント君もこの2着を守りきりたいとなると結構仕掛けてくるというか、うん、おー、ナイス9万、おー、熱い熱い熱い。お、ペンチピン、この辺がね、吐くから切るか、吐くから切るかで、後藤さんがさっきから指運がいいんだよね。さあ、両目入って、これは初ポンでしょう、行きましょう。ういさあ、これでイーシャンテン、カンチャンカンチャン。さあ、どっち払う、イーソー切っときますか。うん、ケント君も、ハクは切るなら今だ。キープ。これは、じゃない。あ、これで、完全形のイーシャンテンを取れるか。いやー、でもこれ、後藤さん、リーチのみになっちゃうと、おっと、イーチュンが一シャンテン、ん？ですよね。2、3、4、5、うん、OK、ポンのテンパイ。さあ、ハクはいけて、町は9万とチュン。チュンがさっき出たばっかりで、あと1枚。9万は、チュンが1枚持ってて、あと1枚。2枚ですけど、お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 、ね、いかねか。村田さん、対応し始めた。うん、ナイスナイス。うんうん。おーっと、押す押す。ペンちゃん、ペンちゃん落とせ。スジスジおー、えらい。でも、ローソーなのか。あ、ペンチーマンは取らない。
あ、先輩です。ウッパーワン先輩。パーワンで、ただこれがリーチのみだから。落とせ。ボーナスがないと、でも積もればいいのか。あ、すまんは大丈夫だ。すまん、感謝へ。すまん、感謝へ。オーケー。お隣、おー、暑い、急に、しかし、後藤さんにドラ乗ってる、ドラドラになった、16の8、20の、もう、ちょっと符がよくわからなくなった。お、ケント君のところにパーマンが行って、実はパーマンが薄くなって、でもウーマンが意外といるのか、1、2、あと2、あ、違う、あと1枚赤ウーマンがいるんだ。の曲が終わったらご説明をします。赤ウーマンが来た。お、面白い展開でした。パーマンが1個しかないのか、1、2、3、パーマンがあと1個しかない、2枚対1枚、ケント君がしっかり降りれるのか。なんかちょっとチートイの誘惑がある。チートイの誘惑がある。あ、福地先生は言っていたぞ。あ、あ、聞いちゃった。ローピン、ローピン9万。ん、どうした、どうした。なぜだ、天板に立つ。あの、考えてた間に出ちゃったらしいんですよ。時間切れです。あ、なるほど。どう、最悪です。ローピンが3枚見えで、で、僕、ウーワン振り手なんで、どうしようって考えてたら、時間に入れて、しちゃったっていう最悪のパターンです。そういうことだった。問題は、マジで厳しいです。三つおさんのチャンスがトップまで、あと6100点。もう一上がりだ。そうなんですよ。連チャンしたかったんですよね。あ、ということは、ということは。あ、言っちゃった。いや、ちょっとダメですよ、三尾さん。ここからほら、あの、村田さんが国士に行くなんて誰も知らない、わかんない。そうですよね。国士ないや。さあ、村田さんのチュンがキーになってきそうです。さあ、三品チーズで。え、このチューンが全てですよ。チューンバックです。スターウォーズにはいました。あ、それチューバッカですね。いや、ここでね、実は僕が考えてたのは、パーティーを持ってきちゃったら本一に向かおうと。なるほど。これおっと、ハクからいた。さあ、みつおさん、ハクついていけるぞ。みつおさん、ハクついていけるぞ。おっと、電池がやばいんだよな。あ、チートイの方を見てるのかな。そうですね。おっと、チートイに、チートイ、おぉ、あんと、お、これでハク、ハツ、両方とも大丈夫は大丈夫。このポンが失敗でしたね。あー、なるほどね。点線、うん。シャンテン落としちゃってるんだね。いや、もうイケイケで、揃えられるかなと思ったんですよね。あ、ここで9が出るのか。打点が欲しいケント君は1へ向かった。さあ、チュンが出てしまった。もうここは僕はもう、あの、大人になって3位でやめました。はい、意思を感じたの、意思を感じたので、あの、差し込んだと呼んどいてください。であればと、であればと。後藤さん、後藤さん、ちょっと今回だけですよ、おまけするのは。すみません、本当に決断とお疲れ様でした。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 土屋プロ、土屋プロお願いしますよ。土屋プロ、何か。お疲れ様でした。毎回こっちの部屋の方がいい。落ちてのパワーを、時間切れの9万宝珠がちょっと悲しかったですね。悲しかったですね。ちょっと、はい。僕が気をつけないといけないですね。いや、悲しい、悲しい。
ネットが切れるのどう気をつけたらいいかもうちょっとどうしようもないんでなんか時間切れのうちになったのか ローピン切りが基本切りって一番最高ですよOK です。ではですね、あ、今あのライブで、本部の中村さんがスコアを入力しておりますので、皆様少々お待ちください。あ、ライブですね、これ。あ、マイナス消えちゃった。あー。チームポンコツ強い。村田さん、ナイスです。ねえ、ありがとうございます。いいですね、お疲れ様でした。ありがとうございます。もうあの、ハイパイから降りるとか、わけのわからんことしながら、もう回ってました。気配はいっぱい持ってるけど、意外と時間が出ていないっていうね、切りにくいっていう。そうです。で、自爆しそうになるっていう。はい、これが結果です。はい、では、トータル首位に返り咲きがチームポンコツプラ 154.6。 おー、すごい。2位がチームザワーストプラス 63.1。 3位がチームアサゴマイナ 58.1。4位がチーム富士、159.2 で、その差約100ポイントぐらいですか。ただ次の3戦目を入れて、来週の3戦入れたら4つまだあるんで、全然諦めなくて大丈夫だと思います。まだチーム富士はチーム朝号まで追いつくっていうことはだいぶ可能だと思います。だもう今三尾さんにも宣言されましたもん。だってあのターゲットです、あなたはターゲットです。らしくていいじゃないですか、堂々とやられるからこそこそとやられるよりは。そうね、まあ、ただ僕はあのダマでグサッと言ってくださいって言ったんですけどね。見逃しからのグサッと言ってくださいでもここはもう真っ向そうですね。でもまだね、次大丈夫です。チーム富士あのもう粘りには定評がある小木さんが行きますんで、はい、うん、違いますよ、作戦変えた、作戦変えた作戦変えた。 OK、 じゃあ一応もう出る方は決まっているので、ちょっと待ってくださいね。はい。